小さなコンビニを衝撃の事件が襲う。突然大勢の高校生が来店。しかし彼らは客ではない。商品を盗んだり破壊したり、やりたい放題。店が恐怖に包まれる。そう、これは60人の高校生による集団万引きの現場。その後逮捕できたのはほんの数人。犯人は度胸試しのいたずらだったと証言した。